ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのリカです。今回お届けするテーマはこちら、日本は欧米人には退屈な国。観光庁が実施したアンケートの結果に対する外国人の反応がすごい。皆さんは世界の文化、そしてその国々により違う美しさを見せてくれる自然環境にどれだけ興味をお持ちですか？海外の旅先を決める上でこれらの要素はとても大切なポイントになってきますよね。世界にはたくさんの国があり、それぞれが多くの魅力を持っています。そんな世界の中でも独自の文化を築いてきた日本、私たちが普段当たり前に思っている文化や自然環境は海外の方の目にはどのように映るのでしょうか？それでは早速行ってみましょう。2020年4月、日本はコロナの影響による緊急事態宣言を出しました。それまでの日本は訪日外国人によるインバウンド需要がとてもすごかったことは皆さんの記憶の中にも新しいかと思います。実はその少し前の2017年、訪日観光客数が5年間で約 3.5 倍に増加し、過去最高となる2869万人を記録しました。このことを受けて観光庁はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、カナダの6カ国を対象に海外旅行に関するアンケート調査を実施しているのです。なぜ訪日観光客が順調に増加しているのに観光庁はわざわざアンケートを実施したのか。実はこの記録の数字のほとんどはベトナム、中国、台湾、韓国といったアジアの国からの旅行客がほとんどだったよう、一方欧米などその他のエリアからの訪日外国人観光客は300万人程度だったそうです。2869万人中約300万人なので、その数は約1割ですね。この現状に当時の観光庁長官が、欧米などからの外国人観光客の数字は中国やタイにも負けていると発言しています。そのため日本の政府はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、カナダの6カ国を対象にアンケート調査を実施したのです。もう十分に観光客が多いんだから、これ以上増えなくてもいいよ。そう考える方も皆さんの中にはいるかもしれませんね。しかし観光業は特定の国からの受け入れだけでは、それらの国の景気や情勢に収入が大きく左右されてしまうのだそう。また国連のデータによると、2018年の国際観光客数は前年比 5% 成長の14億人に達しています。その中で最も割合が高いのは、実は欧州発の観光客なのです。なんとその割合は 48%、 その次に多いアジア太平洋地域の 26% と比較すると、その差は歴然ですね。欧州発の観光客が増えているのに対し、日本に来ている欧州発の観光客は少ないのが現実のようです。さらにアジア圏以外の観光客は、海外旅行をするのであれば長期滞在する傾向にあるよう。この層が増えれば観光収入も増加し、日本の地方が生き残るための重要な切り札になる可能性があるんです。つまりこのアンケート調査は、日本の観光業にとってできる限り様々な国から日本へ旅行に来てもらうための重要な情報となります。それでは結果はどのようなものだったのでしょうか。当時の観光庁からこのような結論が出ています。日本には富士山、桜、寺があるくらいで、長期間滞在する旅行先としては退屈だと思われている。これは当時の観光庁田村長官の発言です。日本が退屈と思われていたなんて。日本の魅力は伝わっていたかと思いきや、そこまで海外の人たちには日本の魅力が分かってもらえていなかったことを示す非常に残念な結果です。しかしこの観光庁の発表に対して、欧米の方は意外な反応をしていたのです。海外の反応を見ていきたいと思います。
日本に旅行で行ったことがある欧米人の中で、日本は退屈だったと言っている人間には一度も会ったことがない。退屈？思わず吹き出しちゃったよ。全く退屈じゃない。誰にでもわかる簡易化された国にはならないでほしいな。何なのこの調査、退屈？私なんて日本で見たい場所やものがありすぎて、どうやって2週間に予定を詰め込むか苦労しているのに、もっと長くいたいって思う国でしょう普通。日本に行った俺の知り合いはみんな向こうで最高の時間を送れたって言っている。そう、間違いなく何度も戻りたくなる国。退屈って言っている人は日本をよく見ていない。知り合いには日本に行きたいっていう人が多いけど、最大の障壁は他国に行くよりあまりにも高くなるということだね。退屈じゃないよ。行っても文字が読めないし、どこに行っているのかわからないんじゃないかな。日本が退屈な国だなんて誰が言ったの？僕にとっては日本は第二のふるさとだ。日本を愛しているし、その気持ちはこれからも変わらない。これは大変嬉しいコメントの数々ですね。観光庁の結果報告とは正反対の反応ばかりです。実は日本を訪れる外国人観光客の6割以上が、日本を訪れる回数が2回以上のリピーターなのだそう。しかも外国人観光客のリピーターの方々は、日本に訪れる回数が増えるほど消費額が増える傾向にあるようです。また東京や大阪などの都市だけでなく、地方を訪れるなど、よりコアな観光客になると言われています。一度日本を訪れた外国人観光客の方は、日本にハマる方が非常に多いようですね。また2020年、アメリカ、フランス、中国など12の国と地域に住む6200人余りから、インターネットを通じて日本がアンケートを行っています。それによると、新型コロナウイルスの感染が収束した後、海外旅行をしたいと思う方は全体の 82% を占めました。そして旅行したい国は日本が 46% でトップ。最も人気のある旅行先であることが分かったんです。では日本のどのようなところに魅力を感じ、日本を行きたい旅行先として選んだのでしょうか。その理由は、行きたい観光地があるから、食事が美味しい、何度も行きたくなる国だからというものが大きな理由のようです。しかしこれに続いた理由が何とも驚きの結果となりました。それは清潔だからというもの。このコロナ禍では、たとえ今後感染が落ち着いてきたとしても、リスクをゼロにすることは不可能。そのため海外の多くの方は、旅行先を選ぶにあたり清潔さを大きな理由の一つとして考えているようです。富士山、桜、寺のイメージが強い日本ですが、清潔さが海外の人に受けているとは驚きですね。日本の文化や自然の美しさだけでなく、日本人の気質が評価されるのはとても誇らしいことです。海外から日本に来ている人たちの旅行トレンドは年々変化しています。具体的な事例と海外の方の反応も合わせて見ていきましょう。一昔前までは、海外旅行客、特に中国の方が日本製品を大量に買い込む姿がたびたびニュースに取り上げられていましたよね。しかし現在の外国人旅行客のトレンドは、このようなモノ消費観光型だけではなく、コト消費交流型も合わせて人気になってきているそうです。日本の地方でしかできない経験に、外国の方から非常に高い関心が向けられています。具体的に例を挙げて見ていきましょう。三重県桑名市に位置する長島リゾートの菜花の里を皆さんはご存知でしょうか。イルミネーションと咲き誇る四季折々の花とのコラボレーションが国内でも大変有名な場所。こちらの菜花の里は近年、訪日外国人から大変注目を集める観光地となっているようです。ここを訪れる訪日外国人は、昼間は庭園の写真を撮影、
そして夜にはイルミネーションが実施されているため、ライトアップされた庭園を撮影してインスタグラムにアップしている方も多いようです。名古屋からもアクセスしやすく、多言語で海外向けに情報を発信しているところも評価が高い要因のよう。また日本を代表する祭りの一つ、ねぶた祭りも大変人気となっています。東北三大祭りの一つであり、青森県で毎年夏に開催、観光客が200万人以上訪れる日本人にも人気のあるお祭りですが、海外の方にも大変受けているようなのです。ねぶたの大きさと迫力には私たち日本人でも度肝を抜かれてしまいますよね。夜にねぶたに明かりが灯ると、さらにお祭りが華やかになり、大太鼓と笛で奏でられる音楽も外国の方には大変魅力的に感じられるようです。また香川県では3年に一度瀬戸内国際芸術祭が開催されています。アートは国籍を超えて世界中の人に楽しんでもらうことができるもの。こちらの芸術祭は2019年に4回目が開催されましたが、多数の外国人観光客の方が訪れています。その他にも定番の着物を着て街を散策する、陶芸教室でろくろを回してみる、また和太鼓体験なども大変人気のようですね。さらに日本のお寺や神社は多くの外国人観光客の方が訪れています。地域や建築された時代によって変わる独自の建築様式や、おみくじやお守りなどの日本特有の文化を楽しんでもらえているようです。それではここで日本への旅行に対する海外の反応を見ていきましょう。いろんな国に行ったけど、日本ほど旅行に向いている国はないよ。残念なことに日本は私の旅行を台無しにしました。もう40以上の国に行ったことがあるけど、何度も日本に戻ってきてしまう。どこへ行っても日本と比べていいところがあるだろうかと比較してしまう。初めて家族以外と旅行へ行ったのが2年前の日本旅行だった。もう日本以外で旅行に行くことなんて考えられないね。日本の都市を旅行するのもいいけど、田園地帯を旅行するのもいいよ。また違った日本を発見することができる。私は今度桜祭りを見に行く予定です。数年前に東北地方の青森へ行ったけど、とても楽しかった。日本語なんて話せなくても問題ないよ。簡単な会話だけで2週間快適に過ごせたよ。でももっと日本語ができたら、美味しいお食事どころに行けたかもしれない。日本には寺や富士山などの素晴らしい観光地もありますが、日本独自の文化や日本人の気質も海外の方には喜んでもらえているようです。一度は旅をしてみたい国、世界中の多くの方にそう思ってもらえるのであれば、日本人としてこれほど誇らしいことはありません。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。